始まりましたマックス TV でございます。本日は私だけではなく素敵なゲストをお迎えしております。素敵なゲスト、この方の登場、はい、どうも素敵なゲストです、よろしくどうぞ。名乗りなさい、ジョイです。素敵なゲスト、ジョイです。なんとこのマックス TV に初登場ということで。いや、そうなんですよ。よろしくお願いします。いや、お願いしますよ、マックスさん。ということでですね、何我々実はですね、今、九州は佐賀県武雄温泉というところ来てるんですね。なんとこちら武雄温泉駅2年前にリニューアルしまして、西九州新幹線がなんと開通しております。そうなのね。だからこんな綺麗なのよ。もうなんで私がここにお呼びしたかというと、なんとこの武雄温泉駅、近くにですね、武雄競輪場という競輪場があるんですよ。競輪？そうよ。そこで、我々で競輪を楽しもうと思う思いここに来たわけです。じゃあもう競輪場からでいいじゃないですか。ロケ、いやいや、なんで駅からなんですか。違う、移動しましょうよ、競輪場に。なんで武雄競輪場なんで言うと、こう武雄温泉、素敵な温泉街があるんですよ。あ、この辺にあんの。そこで待ちぶらして、武雄温泉街の素敵なグルメとかも楽しみながら、なるほどね、行こうかなと思うんで。いきなり行っちゃうんじゃないんですね。しっかりまず武雄のグルメとか魅力を感じてから、そう最後にじゃあどこが一番楽しいのって話よ。そういうことや、ジョイジョイ。声でかくない？テンション上がっちゃってさ。だけどこんなうるさい二人で、はい、ここからお送りしたいと思います。 OK、 楽しんでいこうよ。今日本で木造建築の中で一番古い温泉、ここがですか。そうです、ここが一番古い。歴史あるじゃん、めっちゃ美味しくない？これオリーブオイル塩スーパーうまいっすね。うまっ。これは人気なの分かる。誰か待ってますよ。あれ、ここで待ち人？マイクつけてますよ。あ、マイクつけられてる。ああいうネックレスかもしれないですけど。どうも。すいません、こんにちは。こんにちは。こんにちは。駅前からこちらに移動してきて、ローモンっていうところを目指してきたんですけれども、ローモンはどこにあるんですか。これがローモンです。あ、これ。俺らもうローモンの下にいたの？ね、これは1915年に建てられてます。今から110年ぐらい前。すげえ前だ。でこのローモンと奥の新館、はい、これが今国の重要文化財になってます。この門も重要文化財で。そうです。で奥に見えてるあの建物も、はい、重要文化財だって。すごいね。この建物自体は、天平式楼門といって、釘を一本も使ってません。そうでしょ。これ釘使ってないですか？山口さん探そうぜ。あるぜ釘絶対。あるよ。隠れ釘あるよこれ絶対。釘なしでこんなしっかり支えられるもんなんですか。そうですね。うそ。ここの上に、2階に4つの彫り物があるんですね。ネズミ、ネズミ、ウサギ、ウサギ、馬、馬、鳥、鳥。十二支でいうと東西南北を表す干支の彫り物があります。でその4つの干支があって、東京駅には8つの干支があるんですよ。え、東京駅に干支あるんですか。うん、あるんです。知ってたマックスさん。そうそうそう、八角ドームがあって、そこのところの天井のところに、あそこも、はい、8つの干支があります。分かった。ここにいない8つの干支があっちにあるんですか。そうです。え、合わせて12支が揃うという。なんかいろんな都市伝説的な話ありそうじゃないですか。あるかもしれない。なんか掘り下げた理由とかね、いろいろね、東京駅とじゃあここが繋がってるとか。繋がってるんですか。すげえ。ここ温泉、元湯と蓬莱湯と2カ所あります。はいはいはい。元湯と蓬莱湯、はい、元湯というのは正面にあるんですけど、はい、元湯っていうのは今日本で木造建築の中で一番古い温泉、はい、ここがですか。そうです、ここが一番古い。めっちゃ歴史あるじゃん、うん、左側の蓬莱湯っていうのは、はいはい、昭和レトロを思い出させるようなタイル張りの、はい、あ、いいですね。いいね。で右の方に鷺の湯というのがありますけど、あの白い建物ですか。これは、露天がついてたり、はい、最近あの人気が出てるサウナ、これがついてる温泉で。あ、サウナもともとあるんですか。うん、ありますよ。でここが貸し切り湯。これ、貸し切り湯。なんか結構広そうじゃないか。全部でここに3カ所あります。
この中に中に、これちなみに貸切っていうのは予約みたいな感じなんですか？いや、ここはあのお見えいただいた時に空いてればすぐ使えるっていう形で順番制です。予約なくてもすごい、ね、あ今空いてますみたいな確認できるってこと、うん、順番制です。はいいね、いろんなお湯が楽しめるね、素晴らしいじゃないのよ。そこ今日はだから特別に今入らせてもらうってことですもんね。だっていいんですか？どうしましょうか、入るですか？温泉紹介して入んない番組なんかあんの？いやそんなことない、さすがに見たいですか2人の、え2人の温泉が見たいかっていう。なんだお前確かに綺麗どころの女の子とかいないけどジョイとマックスの風呂シーンはいらないか、ということで、はいはい、チョローモンからね、うん、ちょっと竹温泉街ぶらりしたいななんて思ってるんですけども。いいですね。なにこれ、えなんかちょっとなんかおしゃれじゃね、なにこの建物。オーシャンティーですね。なんか書いてあるよ。おしゃれ。佐賀平川屋。何これ。おしゃれ。この看板も。ちょっとさ、お腹減らん？まあね。今日まだ何も食べてないから。だよね、うん。食べたがりだもんね。なんかちょっとそれ、ね、それっぽい感じで行ってみ、うん。グルメありそうじゃん。じゃあ行ってみよっか。行ってみる。うん。気になる気になる。絶対しかもローモンの前だから、うん、完全に美味しいよ。そうだよね、観光スポットの目の前にある店なんだからね。え美味しくなかったらおかしいもんね。てかすごい、何屋なのかも分からずに行く俺らってすごいね。こちらがね、佐賀平川屋さんという、はい、温泉湯豆腐のお店でした。実は温泉湯豆腐、そうよろしくお願いします。お願いします。こちらの湯豆腐なんですけれど、はい、実は江戸時代から食べられているお料理で。そうなんです。そんな歴史あるんですか？はい、ここ竹温泉だったり嬉野温泉の名物料理でして、普通の湯豆腐はお水なのでお豆腐が溶けないんですけど、はい、温泉のお水を使うことで温泉の成分でお豆腐が溶けていく、はいはい、溶ける、はい、湯豆腐が溶けていくんですか？お豆腐が溶けていくんで、なので周りが豆乳汁みたいな。あ、これ元々は透明だったのが、透明だったのが真っ白。お豆腐が溶けてこうなってる。そうなんです。すごっ。でお豆腐自体も元々は硬いしっかりしたお豆腐なんですけれど、はい、もう温泉のお水に浸かることによってトロトロに柔らかく。じゃあ全然普通の湯豆腐とまた食べた時の食感だとか違いますね。違うんだ。はあ、これ初めて。いや、尋常じゃない滑らかさですよ。ほんと溶ける手前の滑らかさがあって、オリーブオイルとめっちゃ合いますね。よかったです。にゅるんって感じ。ああ、全然違う。わかる？なんかプリンみたいというか、なんていうの、なんか食感も全然、今まで知ってる湯豆腐と全く違うと。いや、これは確かに概念180度変わるのはわかりますね。よかったです、うん、でやっぱこれ好きな人はもう戻りたくなくなる普通の湯豆腐。めっちゃ美味しくない？これオリーブオイル塩スーパーうまいっすね。美味しいですよね、うん、私もこれいいっすね。大好きです。こんだけマックさん食べ方のバリエーションがあるじゃないですか、うん、いいですよね。めっちゃうまい。でこれこちら今日湯豆腐だけなんです、お豆腐だけなんですけれども、こちらお店の方ではこの後お野菜、お肉のしゃぶしゃぶで最後締めの雑炊まで。なんで今日入ってないの？削減してんの経費。いやいや、もう食べたいよ。無理だよ。削減が温泉も入ってないから。いやでもそう言うと思って、もう平川屋さんは外で足湯は実は楽しめると。でさらに湯豆腐以外にも豆乳パフェとっていうのが、そうなんです。それを外で召し上がってこの後足湯しながら、足湯しながら。マックスさん、足湯足湯やばくない？これもう本当出てすぐ足湯あるじゃん。すごいね。ここでね、いやもうまくんなくてズボンのままでいいんじゃないですか。ダメでしょ。ダメでしょ。それダメ、怒られちゃう店の人に。やめよう。本当にもう、よいしょ、くるしよいと行くよ。行っちゃおうかな。うわおおおお、ね、これさ多分見えてる以上に熱々よ。あったけえ。ここで、あ、来た。気持ちいい、ここ。マックスさん、マックスさん、ご覧あれ。何これ？ここで、うん、スイーツタイムじゃん。お、マジっすか。足湯しながら食べれんの。ごまオリーブ。ごまオリーブ。豆腐だ。豆腐だ、味。そう。豆腐、めっちゃうまい。うわ。
本当だね。うまい。うわ、すごいね。黒蜜きな粉もうまいよ。うん、これなんか豆乳のソフトクリームみたいな感じがするね。うん、そうね。このさ、やっぱ足は熱いじゃないですか。あったかいじゃないですか。うん、でこう冷たいもん食べるって、うん、いいよね。最高。ああ最高よこれ。いやなんかもうさ、竹尾競輪さんには申し訳ないけども、うん、もう競輪行かなくていいんじゃないかなってちょっと思ってる俺今もう。ああそうだ、俺忘れてた。え？そうだよ。何？競輪競輪。いや競輪よ。そうだよ。そもそもの目的は競輪だったんだけど、うん、もうスイーツでいいんじゃないかなって。忘れてたよ本当にもう。でちなみにさ、うん、このあの競輪ってさ、やっぱルールとかってあるんだけど知ってる？いや俺ルールわかんない。もちろん見たことはありますよ。でも何人で走ってたっけっていうとこすもん、まず。ああそっか、6、9みたいな。そうだよね。うん、であとはなんかこう同じ支部の選手でラインになって走るとか、だからそういうのは聞いたことあるけど。もう知ってんじゃん。それぐらい細かいルールとか何周とかもごめんなさい分かってない。あでももう大まかに言うとそんなもんよ。本当？え、マックさん詳しいの？うん、いや別にそんな詳しくはないんだけど。何人で走んの？6から、まあ、7 6車立て、7車立て、9車立てみたいな感じかな。いや分かれてるんですね。最大で9車。へえ、うん。って感じで走ってて、まあ、同、うん、地区だったり、まあうん、まあ地方同じで、まあ、ライン組っていうのが特徴的なやつだよね。ライン組んだよね。でも俺も知ってるの、それぐらい。昔はね、うん、男性のイメージだったんですよ、競輪って。でも、うん、ガールズ競輪とかも結構入ってるじゃないですか。あ、そう。ね、結構あの なんていうの、ファンの方推しのガールズの選手がいるらしいよ。ね、よくそういうのは聞く。でもあの女性というかって侮る中で、うん、太ももガチムチだからやばいよ。そうですよね、うん、戦いですからね。バッキバキ。ちょっとジョイさん、何？最後甘いの食べたじゃない。食べた。しょっぱいの食べたくなっちゃって、スイーツ食べた後。え、まだ食べんの？え、食べ足りなくない？いやだって湯豆腐とスイーツ食ったらまあ別にひとまずいいかなって思うけど。いや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 、ジョイジョイ、この佐賀県武雄市、はい、食べてもらっちゃ困りますよ。何ですか？このちっちゃい看板、うん、見てください、はい、読んでください。井出ちゃんぽんです。そう、井出ちゃんぽん、うん、こちら井出ちゃんぽんさんがこちら佐賀県武雄市、うん、北方町が誇る、はい、こちら名店でございますよ。なんとね、取材交渉 OK 出ましたんで行ってみましょう。めっちゃ雰囲気あるよ。そうでしょ。はい、ということで、やばい、我々が注文した商品が届きましたよ。で、マックスさん、やばくないですか？すごいでしょ。俺のがノーマルちゃんぽんなんですよ、これ。そう、スタンダードのサイズ。そうで、マックスさんのは麺と野菜大盛り。すごいね、これ。大人と子供ぐらい違うけど。スープもね、うん、スープを飲んでの行ってみてよ。うん、じゃあスープ飲んでからのこれ。うん、おお、めっちゃうまい。うまい？うん。だってやっぱ野菜香りいいなって思ったけど、うん、食べた時の甘みとかは半端ないですよ、マックスさん、これ。あ、これ野菜とかのうまみがめちゃめちゃ出てるわ。うんうんうん、あのうまみが濃いっす、めちゃくちゃ。うめ。この野菜のうまさちょっと尋常じゃないですよね。結構あの炒められたクタ系なんですよ、うん、シャキッてるけどクタめなんですけど、うん、これがまたうまいわこれ。うん、ツルツルよ。初めて食べたこの感じ、うまい。もっと見た感じこの太さだとモチッとするのかなと思ったら、そっちの食感じゃないんですよね、うん、思っているより。うわっ、来た。何何何？このテーブルじゃないですよ。ね、俺らちゃんぽんしか頼んでないもん。ここ、井出ちゃんぽんさん、なんとね、嘘でしょ、売りがこれだけじゃないですよ。ご飯物も有名なの。中でもこちら。いくよ。マジでマックスさんが頼んだの。どすこい。うわ、うわ、はい、オーラがすごい。カツ丼。うまそう。じゃあまずこの綺麗なオレンジ。カツからいただきます。うん、まっ。これは人気なの分かる。分かる。結構甘みが強いタイプのカツ丼。へ、うん、でなおかつ、うん、卵が半熟ジュルジュルだから、はい、ちょっとだけした TKG っぽい。これワンチャン飲めるな、このカツ丼。うわ、カツ柔らかっ。一切自分の歯を邪魔してこないですよ、カツが。なんかジョイジョイさ、うんうん、競輪だ。競輪ではまた忘れてた、ね、競輪行こうって言ってなかった。そうよ。
ちょっとね、うん、俺競輪のこと話したくて。ああもうお願いしますよ。競輪って大きく分けると、まあ、ほぼ毎日やってるんだけど、うん、4つあって時間帯で、うん、モーニング、デイ、ナイター、ミッドっていう時間帯で分かれてるんだよ。じゃあ本当毎日やってて、うん、じゃあもう一日中やってるんですね、うん、いろんな場所で。そうで、なんとねこの竹雄といえば竹雄競輪、うん、8月16日から、はい、オッズパーク毎日山分け夏祭り杯っていうのをやるのよ。しかもこれモーニングで、なんと朝1レースの発走、何時？8時半です。え、早くない？選手仕上がってんの8時半って。地元佐賀からね、サッカー元アクテル選手、はい、久保浩二選手、うん、さらにガールズ競輪も開催するっていう。へえ、盛りだくさんの開催か。ガールズ競輪って別に一日女子だけってことじゃないんですね。うん、そうなんじゃない。男子の中に混ざって数レースやるとか、うん、そう、だから面白いのよ。しかもさ、朝から本場見に行くもよし、うん、やっぱり旅道だとこういうグルメとかも味わえたり楽しいじゃん。そうね。たださすがにちょっと朝やって無理だって人はインターネット登場もちょっとできますから。確かにね、もうどこにいたって楽しめる。いやでもこの配信見てる人は早く競輪行けよって思ってますよ。いやブラックペッパーいいから、うん、マックさん俺ももう行きたいのよ、うん、情に、うん、今日だって俺ら別にあれでしょ、ネット投票じゃないでしょ。いやブラックペッパー今日はいやいや分かったから、ブラックペッパーはこれカメラ止めたらやるから。うまいうまい。マックスさん、え、ホワイトもいいか、ホワイトもカンペを見ろよ。え、ホワイトもホワイトも、この後はいよいよ竹雄競輪に行ってみよう締めって書いてあるでしょ。読めって。ちょっと待ってね、何やってんのこの人本当に。ホワイトもうまい。マジで。じゃあお腹いっぱいにしてさ、うん、行こう竹雄競輪ね。竹雄競輪行きましょう。楽しみよ。はい、いよいよやってまいりました、竹雄競輪場です。ここよ。はいはいはい、ここに来たかったんじゃない。やってまいりましたよ。はいはい、いいね。ということで我々は、はいはい、これから競輪を楽しみたいと。そうでしょう。はい、思いますね。行きましょう。だからもう中入って、すいません前編はここまでということで、え、今回は行きません。え、やらんのかい。来てんのに。前編とか後編とか知ったこっちゃないですもう。本当だよね。こっちにしましょう。こっちにしよう。一本にしよう。行こうよ。一本にしちゃうとちょっとあの再生回数等々。あ、それはまずい。まあ、それはいろいろまずいわ。分けよ。分けよ。分けよ。終わろう。というわけで、はい、前編はここまでで。はい。後編お楽しみでございます。お楽しみに。うわ、やばい、後ろから。撮ってんじゃない？379だ。違う、絶対撮ってるよ。あー、というわけで、ちなみに診察じゃない、マナレス的中です。